私も来年歌手としてデビューします。そうですよ。2部に入らせていただきますが、1曲歌ったらちょっと質問コーナーを設けたいと思います。皆さん知りたいことたくさんあるかと思います。まず僕が知ってる知識は、もうあきちゃんは来年高校生です。もう進学決まっておりまして、某有名、高校に入学されます。また世界に羽ばたくために準備もだんだん進んでおりまして、ちょっとした小耳に挟みましたが中国に行かれるそうです。またこれも非常に小屋敷になったなと、我々の手も届かないところどん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 行ってしまうんですね。そのために皆さん聞きたいことがあったら今のうちに聞いてくださいね。はい、それでは東明ちゃんバースデーライブ2部に入ります。よろしくどうぞ。そちらに江口よし先生の記念館がありますが、その江口よし先生が作曲をされました、春日八郎さんの赤いランプの終列車という曲です。165cmです。これはスリーサイズを聞いてまいりますね。一つです。足の大きさは普通の方よりだいぶ大きいんですけど 24.5 です。 24.5 ですよ。
靴、パンプスを用意される方は 24.5 を用意してください。よろしくお願いします。